アナター・ミケルマン、トレスリチャ・スウールジュ、ドゥック・デベリー・西ヨーロッパの中世医学は、古代の既存のアイデアや、クロード・レヴィストロースが、シャーマニズムの複合体及び、社会的合意と指摘した精神的な影響の混合物で構成されていた。中世初期にシローマ帝国の崩壊後、当時の標準的な医学知識は、主に修道院や他の場所に保管されていたギリシャ語、ラテン語文献に基づいていた。 これらの施設にはしばしば病院が併設されていた。多くの人は自分のすべての病気を癒すために単に教会と神に希望を託した。病気の起源、治癒についての考えは、運命、罪、精神の影響などの要因があらゆる物理的原因と同じくらい重要な役割を果たす世界観にも基づいていた。治療法の有効性は経験的証拠ではなく、 患者と医師の信念に同様に拘束されていたため、治療の物理学はしばしば精神的介入に従属していた。また、地域ごとに医学知識を代々伝承しており、民間療法が行われた。ペンシルベニア大学レアブックマニュースクリップと、ライブラリー LJS24 銀製の監視と大きな歯のネックレスを備えた歯医者、アマネ・ボルム、ルネザンスの到来とともに、 解剖及び死体の検査を中心とする実験的な調査が多くなった。以下に述べる理論はそれぞれ別の異なる文化や信仰上の伝統に根ざしたものであるが、一般的な理解と実践的医学の中では全てが絡み合っている。例えば、ベネディクト界の女子修道院長にして治癒者である、ビンゲンの聖ヒルデガルドは黒単純室や、その他の機質的不均衡が悪魔と罪という、 存在によって直接的に引き起こされると主張した。異なる医学理論が融合を見せる他の例としては、エルフの一撃とその適切な処置に関してのキリスト教とキリスト教以前の信仰の結びつきが挙げられる。妖精たちが病を引き起こすという考え方は、前キリスト教的な俗信が悪霊や悪魔による病の発言というキリスト教的な考えに発展したものであった。 この種のものや他のタイプの病気に対する治療法には、医療におけるキリスト教とマイキリスト教的、もしくは異教的な概念との並存が反映されている。静脈を示す13世紀の図。中世ヨーロッパの医学の基礎をなす根本原理は体液に関する理論であった。これは古代の医療の著書に由来し、19世紀まで西ヨーロッパの医学界を支配していた。この理論は一人。 数との人間の体内に主要な液体というべき4種の体液が存在すると説明する。すなわち黒単獣、高胆汁、粘液、血液である。これらは体内の様々な器官で作られ、人間が健康を維持するためには、そのバランスが保たれていなければならない。例えば、粘液が多すぎる場合には、肺機能に問題を生じるので、体は咳込んで粘液を吐き出し、 バランスを修復しようとする。人間の体液のバランスは、食事療法、内服薬、または昼を使った射血により改善できる。また4体液は四季にも関連付けられており、黒炭汁は秋、高炭汁は夏、粘液は冬、血液は春に対応する。また、西洋用染生術における十二宮のサインも対応する、体液と関連付けられている。現代においても、 単重質、粘液質、多血質、憂鬱質という言葉で性格の個性を表現することがある。大スクーリです。デマテリア・アメディカイ学は、旧来の自由な中には含まれていなかった。医学は学問というよりも手仕事だと考えられていた。とはいえ、最初期のヨーロッパの大学でも医学科が設立され、イスラム医学が取り入れられた。イスラム圏と接する地中海地域では、 11世紀イタリアでサレルノイカ大学が設立され、組織的なプロフェッショナル医学が再構された。サレルノイカ大学では、モンテカシーの修道院の協力を得て、東ローマ帝国、アラブの研究成果が翻訳された。12世紀には、イタリアその他で大学が設立され、その中ですぐに医学部が作られていった。古代の親の持つ信頼性は、 個々の観察や実験によって徐々に補足されていった。外科については中世ヨーロッパではガレノスの外科手術に関する著作が大学課程における主要テキストであった。ガレノスの人体感が絶対視されていたが外科の技術は中世の間に大きく進歩した。ルッチェーロ・フルガルドはサレルノイ科大学に外科部門を創設し、 下界術を表し、現代に至るまでの西洋の下下処置法の基礎を築いた。アナトミア、1541コープスフィッシカム、ライバーであるテリスタロンディでコンジティスから、1512、下界最初の医学学校治療の尺度矢尻の抽出刃物による傷骨折過小治療。ありがとうございます。